はい、皆さんこんにちは、マザルブリBCです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープティット真珠湾攻撃シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、なんとかハワイをゴリ押しで、攻略しています。なので第一目標は達成しているんですが、このシナリオの本来の作戦目標はマレーシア方面一帯、マレー方面ですね、この辺一帯を制圧するということで、残っているのがこの、ペナン残ってますので、ここの攻略を行っていきたいと思います。ここにはですね、第5、第6、第7、第8と、艦隊を投入しつつ、さらにサイゴンから航空機も出して、残りのわずかの作戦期間の間になんとかペナンを取りたいというふうに思っています。ハワイ方面なんですが、補給を済ませた後はですね、このジョンストン基地、ここの攻略を行って日本本土との補給線をつなげていきたいというふうに思います。では時間を進めていきましょう。まあ、ハワイにはですね、まず基地の司令を配備したいですね。まあ、適任者が誰かというのも含めて人選を行いましょう。まあ、今艦隊に乗り込んでる人間は置いといて、それ以外で誰かというところですね。ここは安倍さんに任せましょうか。安倍さんに任せて、まずはジョンストン基地、この攻略を行いたいと思います。では時間を進めていきましょう。さあ、ハワイ近海にいる敵の艦隊、これは排除をしておきたいと思います。第一艦隊、ここには戦艦ヤマトがいるんですが、これが敵艦隊を発見してますので、攻撃を加えて、アメリカ軍太平洋艦隊の殲滅を行っていきたいと思います。まあ、すでにハワイは地中にあると言いつつ、敵の空母なんかはね、まだまだ健在という状態ですので、まあ全く油断がならないという状況です。ケージのボイス、このまま普通に攻めきれば、この残っている残存艦隊は簡単に撃破できそうですね。悪天候ということもあり、敵を取り逃してます。では、マレー方面ですね。ペナンの攻略戦。ここも総仕上げというところに入ってきています。見ていきましょう。なんかね、またコロナがだいぶ流行ってきているということのようなので、皆さん気をつけくださいと。というところで、まだ我が家はですね、コロナになった、ものはいないんですけども、まあ、娘が保育園に通っているので、まあ、ここまでね、流行ってきてると、もう、コロナが入ってくるのは避けられないのかなーなんて、ちょっと思ってますけどね。かからない、したことはないと思います。気をつけいただければと思います。航空隊も飛ばして、しっかりここを取り切れれば、マレー方面の作戦ですね、完了ということになりそうという話をしていて、ついにペナン陥落させることができました。これによってマレー方面の作戦は完了ということになりますね。シンガポールを取った時点で、ある程度優位な側面はあったと思うんですけども、この後はニューギニア方面を目指して、さらにね、部隊を進めていきたいというふうに思います。で、ペナンにはですね、航空隊を配備しましょう。で、シンガポール、この辺りにも大規模な航空隊を配備します。総長、報告いたします。本日、連合艦隊司令部にマレー方面の占領が完了したと報告がありましたということです。これで次の作戦を乗りつつ、まずは
損耗した部隊の補充ですね。これを行っていきたいと思います。では、次の作戦目標ですね、確認していきたいと思います。では、ジョンストン基地の攻略戦を始めていますが、アメリカ軍太平洋艦隊の残存部隊がまだ周辺海域に展開していて、散発的に攻撃を仕掛けてきていますので、油断ならないという状況です。まあ、こんな中、ジョンストン基地に強襲をかけていきたいと思います。敵の空母発見しましたね。ここは先に敵の空母をやっぱり殲滅した方が良さそうなので、空母を倒しちゃいましょうか。で、どこにいるんだ、空母は。敵の空母を発見という知らせはあったけど、自分の艦隊とも完全に重なってるな。では前期出撃させていきましょう。これで敵の空母撃沈しちゃいたいと思います。スキップを誤ってしてしまいましたが、戦艦空母取り逃しですね。この第10艦隊はですね、陸戦隊を満載しているので敵艦隊との交戦を避けます。さあ、敵艦隊を発見していますが、ジョンストン基地、まあ、つまり作戦海域にも到達しています。ここはですね、ジョンストン基地の占領を優先したいと思います。前艦出撃、前期出撃ですね。ただ、この第2艦隊、空母の艦隊には陸戦隊が乗っていないので、後続の第10艦隊の到着を待つ形になります。その前に敵施設を徹底的に破壊しておきます。で、後続に入ってくる、第10艦隊の陸戦隊ですね。これを迎え入れていきたいと思います。ジョンストン基地、大ダメージ与えてます。次のターンで守備隊を壊滅させて、ジョンストン基地の、ね、占領まで持っていければいいかなと思います。続いて香港ですね。アジア方面で、大陸でまだ残っている、敵の、そしてイギリスの大規模な基地といえばこの香港になります。まあ、この香港に各方面の航空隊を集結させて、攻撃を仕掛けています。さらに、占領部隊も投入してありますので、まあ、時期にですね、この香港も落とせるかなと思います。はい。香港も取ることが、できました。この香港取れたことで、補給線という意味でも、かなりつながりができたので、今後の戦いにかなり効いてきますね。では、ジョンストン基地に陸戦隊を送り込んでいきます。まあ、陸戦隊の上陸がうまくいった後は、機動部隊の支援を行って、完全に制圧というところまで持っていければいいかなと思っています。なので、まずは陸戦隊をね、しっかり安全なところに下ろせるかどうかというところですね。砲台に関してはほぼほぼ壊滅させてあります。ジョンストン基地に
空母から支援用の航空隊を全機出撃させていきます。350機からなる大編隊ですね。これでジョンストン基地も制圧が完了できるかなと思います。では見ていきましょう。はい、ジョンストン基地も攻略完了です。でこれで太平洋方面、ハワイ方面ですね、ここも補給線がつながって継戦能力が一気に上がったかなと思います。ではいよいよこの後は、アメリカ軍の太平洋艦隊の残存部隊ですね、これの殲滅を行っていきたいと思いますが、その様子はまた次回お届けをしていきたいと思います。